つんこさん、突然ですが、牧場長に勧められて去勢することにしました。別にそこまでしなくても、そもそもゆかりちゃん、相手してもらえる殿方がいないじゃないですか。し、失礼な。というか、私じゃなくて、自家製サンバのまんまたんままんまのことですよ。まあ、そんなことがどうでもよくて、今年も無敗三冠を狙っていきますよ。今年は、どの青馬さんで狙うんですか？東海帝王です。知ってます。馬娘の僕っ子キャラの青馬さんですね。競馬を知らない私でも、名前は聞いたことがある青馬さんですからね。頑張ってもらいましょう。まずは皐月賞です。ここでつまずくことはないでしょう。それでは出走です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。東海帝王先頭、あと 200m、 これは完全にちぎれた。2番手は桜山党、とてつもない強さ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は桜山党、3着にレオダーバ。東海帝王素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。余裕でしたね。ウィキペディアによると、東海帝王は骨折で菊花賞が走れず三冠を断念したようですね。その無念、私たちで晴らしてあげましょう。お次は日本ダービーです。それでは出走です。さあ世代の頂点をかけて、成田力先頭、内からマイネルハイツ、前に迫るナイスネイチャー。成田力先頭、内からぐんぐんと。東海帝王先頭、残り 200m。 東海帝王余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はマイネルハイツ。東海帝王強い強い。東海帝王圧勝ゴールイン。2着はマイネルハイツ、3着にイーデセゾン。東海帝王2冠達成、あとは秋の菊花賞のみ。夢の3冠まであと一歩に迫りました。今回も圧勝でしたね。あとは菊花賞ですね。桜スターオンやオグリキャップの時もそうでしたが、無敗で2冠まで来るとさすがに緊張しますね。そして菊花賞です。無敗三冠のかかったレースなので、一通り見てみましょう。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。今年は三冠馬誕生に期待がかかります。東海帝王、歴史的な瞬間をしっかり見届けましょう。さあ最後は大外枠の桜山党。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い、何が行くでしょうか。桜山党前に行きそうです。成田力、それに続いています。さらには山人ビクトリー、二冠馬東海帝王、その後ろ成田力先手を取りました。レオダーバ、それに続いています。並んで3番ナイスネイチャー、その外からオリーブヒート、黄色の帽子名将レグナム、その後ろすぐ隣にマイネルハイツ、その横にエーシンタイプ、これに続くのがコロナックウィナー、ミスタースペイン、その前に進出。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その隣にスマーピキー、イーデセゾン、この馬もこのグループ。その外に東海青馬、さらにはシンボリザビール、並んで1番イブキマイカグラ、しんがりから小金パワー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番成田力、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。11番東海帝王、2番手を追走、並んで16番ヤマニンビクトリー、そして大きく離れてレオダーバン、この位置です。その外に桜山党、その後ろにエーシンタイプ、ナイスネイチャー、そのうちに続いています。並んで8番オリーブヒート、その横にマイネルハイツ、内からはシンボリザビール、その外に名将レグナム、内からはイーデセゾン、その外に東海青馬、並んで5番ミスタースペイン。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。
一気にペースが上がります。前は成田力、2番手は東海帝王、絶好の手応えです。ヤマニンビクトリー、3番手東海帝王、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は成田力、東海帝王、2番手間が空いてヤマニンビクトリー。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭は東海帝王、後続は大きく離れました。マイネルハイツ必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、2番手はレオダーマン、後続は大きく離れました。東海帝王先頭だ、東海帝王ゴールイン。2着にはどうやらレオダーマン、3着にスマーピキー、東海帝王三冠達成。見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。久しぶりの快挙達成ですね。結構余裕で勝ちましたね。これで6戦6勝、無事に無敗三冠馬となりました。東海帝王はまだまだ走ってくれそうなので、引き続き無敗で小馬三冠を狙ってもらいましょう。自家製三馬でも三冠取れると良いんだけどな。つんこさん、ちゃんと繁殖牝馬もいいお馬さんを用意してるので、今後期待しておいてください。では今回はここまでです。それじゃあまたねー。